質問です。アトピーの主な原因が植物油脂だと予想して避ける食事を数ヶ月試しましたが特に改善しません。薄ピンクで乾燥肌が続いています。自力で原因を特定するのは難しいですか？先住民思想に基づくならば風呂で石鹸で洗ったりワセリンで保湿するのも NG と考えるべきですか？原因がシェディングなら特別な治療が必要ですか？もう全部ダメ、終わりみたいな。今までね、この動画を見てる人たちにとっては当たり前の話ですけど、もちろん書いてることが悪いことを書いてるとまでは言わないですけど、この人はとにかく物質面しか頭にないわけだ。生き方も生活の仕方も考え方も全く見る気がないっていうこと、この質問で証明しちゃってますね。自分の思想とかっていうのは全く興味がないわけだよ。じゃないとさ、その植物油脂とか石鹸がとかワセリンがとかシェディングがとか言わない言わない。先住民思想でさえこの人にとっては言い訳なんだよね。そこがないわけよ。私の病院とか私の治療はそれがメインになってるわけじゃないもん。精神構造分析が基本になってるんだし、東洋医学とかそういう考えがベースになってるから、もちろん食べ物とかそういう土台を整えるのは別に大事ですよ。物質とかね、栄養とかね、それはそれであるけど、心身一如言うんやから、精神面が古い医学は半分かそれ以上ぐらい大事なんですよ。でもこれの中に精神面とかそれに類すること何にも書いてないわけだから、絶対治りたくないっていう強い意志があるわけよ。でもアトピーの人はそれが特徴。アトピーの人はとにかく治りたくないわけ。まず前提としてそれに気づいてない、自覚してないっていう感じで、その後に必ず治りたくないっていう深層心理があるにもかかわらず、治りたい治りたいって口で言ったりとか、人に任せて分かってもらおうっていうことを示すために、さらに物質面っていうものに手を出そうとして、私はこんなに努力してるっていうのを訴えるっていうのがアトピーとか皮膚炎系の人の特徴。この人もう丸出しでやってるなっていう感じやから、それは死んでも治んないんじゃないみたいなイメージですね。これは子供のアトピーであればあるほど当たり前でね、大人になってもそれは当たり前なんだけど、大人はますます殻が硬くなるから、もう言うて無駄やろみたいな感じ。答える意味があるのかっていうぐらい、はい、答えてもどうせね、大丈夫です、忘れるから、うん、30分後には忘れると思うんでっていうぐらいの感じなのよ。うん。